こんにちは、バイアンドです。はい、エクステを取りました。結構ボブはご無沙汰しておりましたが、今回は復活したいと思います。ただですね、エクステをつけてた時の自分も結構好きだったので、気が向いたらもう一回ぐらいはエクステ近いうち一回つけようかなと思ってて、まあそれが終わったらエクステはね結構お値段が張るので、あと一回ぐらいかなエクステつけて、もうそれでしばらくは終わりにしようかなって思ってます。はい、まあそんなことはさておき、今回お話しすることなんですけど、どんな人からでも好かれやすい人がやっている特徴ランキングについてお話ししていこうと思います。私は結構、好かれるタイプではなくて嫌われるタイプになっていたことの方が多くて、今となっては自分がいじめられてた特徴が逆にポジティブに捉えてくれる人が多くなったので、今は全然いじめられるとか、何か言われるとかっていうのは全然ないんですけど、私もそうなんですけど誰かから嫌われた経験のある人ってかなり多くの方がなったことがある現象なんじゃないかなっていうふうに思います。なんですけど、反対にどんな環境にいても誰からでも好かれる人っていうのもいたり、年齢を重ねていてもいつもモテる人っていうのもいらっしゃったりしますよね。もちろんこういう人の中には、まあ八方美人みたいな形で、自分の本性を出さずにいいところだけをまあ見せて、それでこうやり過ごしてるっていう人もいるかもしれないんですけど、中にはどんな環境でもどんな状況でもずっと好かれているっていう本当に好かれやすいタイプの人っていうのも中にはいらっしゃいます。誰もが自分が嫌われたいと思って行動してるっていう人はなかなかいないですよね。今回お話しすることは恋愛面でも人間関係でも活かせるものが多い内容となっていますので、ぜひ参考にしてみてください。もしもこの動画が良ければ高評価とチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。それではバイ&チャンネルスタート。バイ&チャンネル。好かれる人の特徴1、どんな時も楽しそうでいる。私の動画では何度かお話ししたことがあるのですが、人に好かれるかどうかを分ける一つのポイントにミラーニューロン効果を応用できているかというポイントがあります。さらにですが、ミラーニューロン効果とはどういったことを指すかというと、人は五感で感じ取ったものに影響されてそれを再現しようとする性質を持っています。例えばもらい泣きだったり、つられ笑いなどをした経験がある人も多いと思いますが、これはミラーニューロン効果によるものだと言われています。まず相手に楽しいと思ってもらいたいなら、自分から楽しいという気持ちを出していくことで、相手も次第にあなたを見て楽しいなと思ってくれたり、同様にあなたがたくさん笑うことによって相手もどんどん面白くなってきたりっていうような、こういったミラーニューロンの効果っていうものが現れてきます。反対にあなたが愚痴不平不満をたくさん言っているとすると、見てる人たちもすごいこう嫌な気持ちになってしまったり、愚痴不平不満が多くなってきてしまうという傾向があります。自分がどういったことを示すかによって、それを見てる人の感情も簡単に決まってしまうということです。なので冒頭でお伝えしたように、あなたの周りの人に楽しい人だなと思われたいなら、楽しいことを考えるよりもまず楽しいということを表情でアピールしたり行動でアピールすることが、ミラーニューロン効果という観点から見るとすごく重要です。ぜひ覚えておいてください。ポイント2、知らないものにも関心がある。2つ目は、知らないものにも関心を持っている人は非常に好かれやすい傾向が高いということです。これはどうしてかというと、類似性の法則というものが関係しています。この法則は、人は自分と似たものに対して好意や信頼を持つ傾向があるという効果を指します。例えば学生時代を思い出してほしいんですけど、あなたが何も知らない状況で新しいクラスに行った時に、一番最初に仲良くなるのは多分前後の席の人だったり横の席の人が多いのではないかなと思います。なんですが、これ次第にクラスでの、過ごす日数が多くなっていくと、仲が良くなる人は席が近い人ではなくて、自分と考え方が似てる人だったり趣味が合う人だったりと仲良くなるのではないでしょうか。これも類似性の法則と同じように、人は自分と仲間だと意識するとき、物理的な距離感よりも自分と同じものをどれだけ持っているかということに対して非常に関心を持つ傾向が高いということです。つまりどんな人とでも仲良くできたり、どんな人からも好かれる人というのは、自分の知ってるものに関してはそれ自分も知ってるよというふうにアピールでき、反対に自分の知らない分野においては、それどんなものなのか、それどんなものなのを知りたいなというふうに興味関心を持っているよというアピールをできることによって、見てる相手からはこの人
私にも結構興味持ってくれてるんだなというふうに仲間意識を持ちやすくなる傾向があります。できるだけ視野を広く持って興味のないことでも知りたいという姿勢だけは相手に伝えることをおすすめします。ポイント3、初対面で張り切りすぎない。初対面でいい印象を与えすぎる人はかえって好かれない傾向があるということが分かっています。これはゲインロス効果というもので説明することができるんですけど、最初にあなたに対してのいい印象を持たれすぎると後になって悪い側面を見た時に通常の評価よりもさらに下に見られてしまうという性質を指します。本来ゲインロス効果を持てるテクニックとして最初の印象を下げて後の印象を上げると評価がより上がるということで用いられているものなんですけど、これは先ほど言ったように逆である、最初に自分で背伸びをしすぎてしまうことによって悪い印象を見せた時に相手の印象がさらに下がってしまうということも言えます。なので例えば初デートの時だったり新学期に知らない人たちと顔を合わせる機会などがある場合、多くの人が結構張り切って自分のいいところを見せようとか、そういう風にこう意気込んでしまう人が多いんですけど、できれば70点ぐらいに抑えておくことをおすすめします。例えば清潔感だったり言葉の使い方だったり、そういった最低限のことを気をつけるぐらいのであれば全然大丈夫ですが、例えば自分のこう身を張ってたくさん自慢話をしようとしてしまったり、自分優しいんだぜと言わんばかりのいい人像ばかり演じるようでは後になって結局冷められることがオチなので、やめた方がいいです。初対面で張り切りすぎないようにしましょう。特徴4、頼り上手。適度に頼み事ができる人は人から好かれる特徴としては有名です。ちなみに私は頼るのがかなり苦手な方で、人にお願い事する前に自分の中で爆発寸前まで考えてからすいませんって言って頼むことの方が多いので、この特徴にはちなみに私は当てはまっていません。なんですが、できればこの動画を見た人は頼り上手になれるように頑張ることをおすすめします。これはフランクリン効果という名前もついているのですが、人は助けられた時に好きになるのではなく、人を助けた時に好きになるという法則です。人は自分の行動と信念を一致させようと思うようにできていて、頼り上手になると頼られた側の人はあなたを助けた時にこの人を助けるに値してる人間なんだというふうに脳が信念と一致させようとしてくれるんです。仮にあなたのことを助けた相手がさほど最初は好きじゃなかったとしても、あなたが頼って相手が助けるということを繰り返していくうちに、最初はこの人のことをそんなに好きじゃないと思ってたけど、私が結構助けるっていうことはこの人のことを結構好きなのかもしれないというふうに相手の脳が次第にあなたに対しての印象を変えていってくれます。ただこの時頼み事のスケールが大きすぎてしまうと応じてくれない可能性が高くなるのですが、大事なのは頼み事を何個するかよりも助けてもらう回数を何個増やすかということの方が大事なので、できれば大きい頼み事ではなく小さな頼み事からしてみることをおすすめします。そうすることで相手が助けてあげるという状況をたくさん作ることができるので、助けてあげるということ助けてあげるという行動が多くなるので、そういったことをしていると人から好かれやすくなっていきます。今回のおさらいになりますが、どんな人からでも好かれる人の特徴としては、1、常に自分が楽しいという感情を出していること。2、知らないものにも関心を示しているということ。3、初対面で張り切りすぎないということ。4、頼り上手であるということでした。さてちょっと番外編なんですが、反対にどんな人からも嫌われてしまう人の特徴というのもちょっとお話ししていこうかなというふうに思います。仮に好かれる人の特徴に当てはまるような行動をしていたとしても嫌われるような特徴を持ってしまうと、どうしてもそのマイナスなポイントの方をやはり重視されてしまいます。嫌われる特徴も知った上でそれに当てはまらないような行動を心がけることをおすすめします。その一点は何かっていうと、自分に興味関心が向いていることです。これは先ほどお話しした自分の知らないことにも興味関心があるというものの真逆なんですけど、自分に興味関心が向いている状態が続いてしまうと、どんな人からも興味が持たれにくくなってしまいます。例えば私が実際にお会いした方の中で、過去にアニメがめちゃくちゃ大好きだっていう人がいたんですよね。で、その人とお話ししてた時に、私は正直アニメが全然詳しくないので、どんなものが好きなのっていう話をしたんで、私がしたんですけど、その時はすごいこうペラペラ喋ってくれるんですけど、反対に私に対してに、何が好きなのとかっていうのは一切なかったんですよね。で、別にこれだけならまだいいんですけど、アニメじゃない話をした時に全く興味がないような、素振りで、ああそうなんだ
みたいな感じを、出された時には、正直なところ喋ってるのが非常に苦痛でした。自分に興味関心が向いてると自分にとって好きなものか嫌いなものかによって無意識にでも態度が分かれてしまったり会話のキャッチボールを閉ざしてしまうきっかけになってしまうので自分の興味関心を持っているものと真逆のものを好きな人に対して興味関心を持ってみるといいかもしれません。今回このようなお話をさせてもらいましたがもしも参考になるものがあればぜひあなたが今後いろんな方に好かれるように応用してみてください。では今回の動画は以上になります。バイアンドでした。バイバーイ。